たドタバタえてないよねうーん、こんばんは。おー、ゾクゾク、嬉しい。こんばんは、ありがとうございます。私は今日企画を考えてきましてなんと初めて一人でお好み焼きを作ってみようと思いまーすわー、俺の夢、俺の夢、俺の夢、できるかしら。ここに一応あの材料を準備して、この見えないところにね今並んでるんですけれども、嬉しい。これってもう始めちゃっていいのかな。コメント見れるように、あ、見れた、これか。おー、嬉しい。あ、見やすい、こっち。なるほどなるほど。ではまず除菌をしましょう。ウェッティーね作っちゃうんだからね。初めて初めて、よし。お好み焼き、お好み焼き粉の裏にヒントがありますから作り方、2人前1セット分2から3枚焼けます。へー、オープン。わ、私はね、なんかいろいろ入ってるのを選びました。もう青のりとかも入ってるやつ、あれだね、お好み焼き粉。え、合ってるよね。え、なんか水がいりそうですおや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 、水160cc いるの。ちょっとびっくりびっくり。今今取りに行ってくださいました。感謝感謝。水がいるんだな、びっくりびっくり。そしてキャベツね。あ、キャベツはありますよ、千切りキャベツとお肉と卵。水を入れたボウルに一行目に書いてた、一行目に書いてますね。水を入れたボウルあれ、お水が来るまで何人もできない。まったくおーっと、そんなことある、びっくりだよ。お水、あ、待って、せっかく除菌したのに顔されちゃった。水がいるらしい。粉だけで焼いてみよう。さあ、初めて作ります、一人で応援してくださいそう、水がいるなんてびっくりだ。あれ、私 160cc って伝えたよね。あれ、言ったっけ。言ってたよね。まあまあ、お水がある程度あればってこと？きっかりじゃなくてもいいですよね、お好み焼きって。あ、待って、すごいこと思いついたかも。これってホットプレートを温めとかないといけないやつじゃない？待って、できる？私一人でできる？ちょっと待って。え、どれが電源？うん？この矢印のとこに、ホットプレート200度。あ、200度書いてるじゃん。こうってこと？ありがとうございます。お水到着しました。お水さんのお手伝いくださいました。ありがとう、ありがとうございます。これが160かどうかは誰にも分かりませんっていうジェスチャーをしていただきました
ト、ホットプレートの電源を入れるのもここなのか。あ、待って変なことしちゃった。これ回したら入るんです。あ、入ってる、すごい。ホットプレート200、中と今日の間くらいじゃな。これ光ってるか。光ってる、よし。あ、こんばんは、こんばんは嬉しい、お待たせしましたね。ちょっとなんかすごくこぼしそうだから前にやった。これが160かもみたいな。え、だいたいそういうカップって、あ、でもメモリあると思ったけど400からでした400の半分ぐらいですかね。それカチカチ言ってる。また待ってきた。ちょっと取ります。これって160ですよね。167? どう？確かにこれ温まってきた。160、これいっちゃえ。ドボボボボ。あ、でも400の半分のちょっと下ぐらい。え、本当に感謝お水忘れて。よし、やっと1行目を達成しました。水を入れたボウルにお好み焼き粉を入れ、これね、待って変なことしないように、落ち着いて落ち着いて、わーお入れまーす。入れ、混ぜる。見えてる？焼き、うわー、よし入れました。これが待って、ちょっとこれなんか下げとこ、保温にしとこ。このお好み焼き粉入れ、スプーンで混じる。なんか混ぜすぎない方がいいらしい。ダマが残るくらい。確かに今夜ご飯中の方います。え、だってちょっとまだ早い時間なのかな。お仕事学校終わりぐらい。もうみんなご飯の早いかな。ご飯中、待ってこれ待って、まあダマが残るぐらいね。野菜、卵、天かす、野菜、じゃんじゃじゃーん、千切りキャベツ便利便利。これをドバババババーン、千切りキャベツと、あったあれ、ボール埋まっちゃいました。大丈夫かな。あ、見せたい。じゃーん混ざるかな。お、混ざる。いきますね。これと卵ね。これって混ぜてから卵。まあ全部入れちゃって混ぜよ。さすがに卵は割れるよね。いきまーす。何も見てない。なんか硬そうなところはこのお皿かな。おっしゃ、きたせーの、おー割れました。待って、ちょっと殻入った。うん、オッケー。え、卵は2個。
ニコニコニコ、卵は2個。またこの変な硬いところで割ります。うん、うん、いい感じ。よし、うまい、やった。ちょっとお引っ越し、引っ越ししてもらって、で天かす、あれかな、すごいこんなのも入ってる。なんて読むんだろうこれ。天か。あ、今お仕事終わった、お疲れ様。あ、天か、天か、す、す、全部入れちゃえ。うんうん、これは入れるやつ、これは入れるやつ、これは入れるやつ、間違ってない。と野菜、卵で空気を含ませるように。お仕事終わったって、お疲れ様。ひー、楽しい。ちょっと見えてるかな。みなみなみなみ、いいですね。これ卵さ、白身混ざるのかな、混ざんなくてもいいやつ。うまいね、ありがとう、嬉しい。お、混ざってきた、混ざってきた。なんとでもなる、空気を含ませるように。本当だ。わ、お誕生日おめでとう、ありがとうございます、嬉しい。おお、いいんじゃない。今お仕事終わりの人いらっしゃる。今日って金曜日？あ、今日木曜日だ。お疲れ様です。混ざってきた。大丈夫かな。頑張れってきてる。頑張る。何玉にするの？2から3枚焼けますって書いてますね。これ2人分でした、粉が。チーズ入れない？あ、チーズは今日ないんだ。え、やばいかも、混ざってきた、嬉しい。にちゃにちゃすごい。確かにね、混ぜてんだ今。なんかさ、千切りキャベツってなんか長いかも。千切りキャベツってさ、なんか切った方が良かったのかな、そんな予感。すごい繊維質なお好み焼きになりそうですね。ま、おお、いいんじゃないか。よし、そろそろ200にしとこっかな。ホットプレート200、やばい、うまくなってきて。ホットプレートも使い、焼けば大丈夫そうだよね。生地を焼くときは厚さ2センチ。蓋がいる予感ですけれど。蓋がいる、蓋ってなくてもいいのかな。うん、なくてもいいかもね。油引くよ。油引く、大丈夫かな。油はいらない、
あ、油はなくても大丈夫。確かに豚バラがあるからね。ま、とりあえずお玉を持とう。なくて大丈夫。油はなくて大丈夫。うん。蓋はなくても大丈夫。なくても大丈夫。油をさせてきてる。まあこれ半分ってことだよね。こんぐらいかな。お、温まってきてますね。油はあった。次に豚バラを焼いたりすればいいのかな。そういう話じゃない？豚バラ焼いてからだよ。え、そうなの？もしかして？もしかして？そうすればいいのか。天才。なるほど。豚バラを焼いちゃえばいいのか。おー。豚バラをこれお肉を箸替えとこう。なんか一応そういう常識はあります。よいしょ。豚バラ焼くのも愛だね。あ、お任せでできてる。よし。豚バラって200度で焼くのちょっと怖いから下げとこう。まずでもなんか最後はあのお好み焼きにのせてカリカリにすればいいんだよね。ここ長豚バラ長豚バラ焼きます。おー、いい感じに油出てきて、待って、すごくいい。わーい、触りすぎ。油を敷いとこ。こうやって いいんじゃないか。ほんでちょっと焼けたから一回お火よし、焼いてみよう。焼いてみちゃおう。200。待って、厚さ2センチ。あ、時間決まってんだ。3分。え、一緒に数えて、あ、誰かタイマーしてください。お願いします。焼いたら3分ね。ちょっと、こういうことじゃない。一回行ってみようと。行きます。せーの、ドーン。あ、美味しそう。で、さすがに早いか。さすがに早い。よいしょ。そして半分ってこの分。こんなもん。うわ、3センチ。いや違う、2センチ。3分。あ、誰か3分数えてください。お願いします。そして初めてのくせにハートにしちゃおうと。顔がはみ出ちゃう。袖気をつけて。わあ、これ絶対2センチ以上ある。2センチ以上あるな。
泊まらっていつ、あ、で豚バラ乗せてひっくり返すだね、そうだね。やけどしないでね、ありがとう、気をつけます。わー、今何分減らないの、あ、減らありますよ、ちゃんとこう両手分あります。やっぱキャベツ多いのかな、でもなんか準備してくださいっていう量の3分の2ぐらいになっちゃったけど、長いのかな、基本とは切るやつだったかも。好きに焼けばいいんだよ、ありがとう。そうなの、キャベツ多い方が美味しいのそんで今なあれ何分で3分、今34分。誰かもしや誰も測っていないなんてこと、あ、あと1分、おお、ありがとう。ソースで美味しくなるから大丈夫、本当にそれ、私も本当にお好み焼きソースが好き。これってさ、なんか同時に片付けも進めたらさ、できる、できる感じ。今から使うのはカツオ節とよくとこ青のり。35分くらい、お、みんな同じくらいの時間だ。35分、あと1分、今34分。おお、200度、2センチ。あ、でもなんか縁の色が変わってきました、見えるかね。これだよ、ヘラは。そんでこれチャキーン、あと30秒、ありがとうございます。え、ひっくり返す前に豚バラをのせ、あ、この一回焼いた、さっき焼いたやつだよね。豚バラを乗せて、わーい、待って、袖とかさ、そういうの気をつけな。よし、埋め込もうかな、なんか落としたくない。大丈夫、接着接着、よし、いいんじゃない。もう35、あ、ちょっと様子見てみよう。袖袖、ええ、はあ、めっちゃいい、すごい、待って待って、めちゃくちゃいい、めっちゃ、あ、もうめっちゃお好み焼き、あ、なんか動いちゃった、え、緊張してきた、緊張してきた。いけそう、行く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 、あえ、立った方がいい、待って待って、立った、風船取れてきた、待って、立った方がいい、立った方がいい、立った方がいいよね、いける、ふん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 じゃないよね、こうですよね、自分側に、待って、めっちゃ緊張する、いきまーすせーの、さあ楽しい、めっちゃ上手、イエーイ、嬉しい嬉しい嬉しい。ちょっとこの脇ちょを修正して、え、すごくない、嬉しい、あ、待って待って、こっかな、4分です、4分、誰か4分測ってください。私の今の時間見とこ、37だから41。おー、嬉しい、じゃあ4分間、コメント見ちゃおうと。やればできる子、嬉しい、
ハートにしたの。そうだよ、実はハートにしましたあ、昨日誕生日だった。ヒカリンと一緒だ。そう、昨日ヒカリンに電話もしましたね。遊びに行かせていただきました。待って、やばいかも、大成功かも。上から見たい。持ち上げてみようかな。せーの、にょーん、こんな感じ。いいんじゃない。いいんじゃないの。ちょっと待って、真ん中でできた。うまいかも。あ、えらいっていうスタンプとかあるの。かわいい。エプロン姿でいてほしい。嬉しい。ちなみにこのエプロン、今日なんて言うんだ、サラピン、なんて言うんだろう今日開けたかわいい、ありがとう。食べたい、嬉しい。ボブいいね、嬉しいな。おニューさ、おニューなのサラピン。マイクが話してた。そうなんですよ、おにゅうなの。自分で選んだやつ、なんかね、選択肢とかなかったこれしかなかった急いで探したんだ。なんか音が静かになってきたけど大丈夫かなウケるってきた。嬉しい。ちょっとやばい、大成功かもしれない。うんうんうん。あ、後ろ可愛いってきてる。そうですよね、マネージャーさんが飾り付けしてくださいました。いっぱい写真撮って載せますね。ちょっと取り分ける。あ、またあれか、もう一回、もう一回ひっくり返すんだ。おお、もう一個試練をクリアして3分。お誕生日おめでとう、ありがとう。そろそろかも。見えなくなっちゃった。本当だ、肉が上にこん、肉が上に来て完成。あ、明日誕生日です、おめでとうございます。すごい、ヒカリンと私と連続なんだ。さて、どう準備しますか。何かけて食べるの。お好み焼きソースとマヨネーズと、あと鰹節も準備しました。今誕生日ですあんま今って言わないけどね今日ってこと。繰り返すの頑張る。これはもうあれ、4分経ったよね。青のりも持ってきました。あ、時間です、ありがとうございます。待って、あ、そうだ、様子見よ。めちゃくちゃいい、めちゃくちゃいい、めちゃくちゃいい。待って、もう一回確認しとこう日取り半分もめちゃくちゃいいか確認しとこう。あ、めちゃくちゃいい、めっちゃ上手かも。ひっくり返してからだよね、それは。いきます。さっきできた、さっきできた。いきます、せーの、修正おお、ちゃんとカリカリになってる。そして最後に3分、水気を飛ばすってこと。うん、すごい。ごめんね、大きい音食べちゃう。上手、食べねー、ほんとほーん
時45分をありがとう見ててくれて45分天才ってきてる嬉しい。おー順調順調上手だ嬉しいな。大変よくできました。やったいいとこかな。届けてお店開けるよ本当だねお店開いちゃおうかな。ソース忘れてない。ソースは持ってきてます。ちゃんとそのトッピング系は持ってきました。お腹すいた。確かに。え、もう食べました。ご飯はみんなこれを見ながら食べきる感じどうなんでしょう。今ならお好み焼き屋もありますけれども、まだ食べてない。そっか、じゃあぴったりだ。買っとこうか今日ハンバーグいいな。見捨てろ。確かに。食べたい。嬉しい。あ、今夜お好み焼きにします。あ、今お好み焼き食べてる方もいらっしゃるんだ。嬉しい。なんかお好み焼き作るんじゃないかって思ってた方、いやまさかね、まさかまさか。写真集買ってよ。お、嬉しい。確かに今日で発売日から1年ですね。あっという間。一緒に食べたい。嬉しい。確かに。もういける。なんでお好み焼きにしたの。私はお好み焼きが好きな食べ物なんですよ、ずっと昔から。あれ早い。3分。あ、明日絶対お好み焼きにするってこと。何時まで。8時12分とかが目安ですかね。お好み焼きにろうそく立てる。立てません。45分。もう時間。じゃあこれを完成だ。嬉しい。たと、せーの。おー上手上手。温度下げといて、これ一回よし、トッピングしましょうかね。あー、ごめんね、引きがちょっと。よし、ソース、青のりをかける。青のりと、かつお節2袋ついて。よくない。いいじゃんいいじゃん。あ、青のり歯につけてって書いてなかった。待って、そういう危険性がありますね。それは恥ずかしいかも。青のりやめた方がいいかな。リスク回避。よし、いきます。まずはお好み焼きソースをかけます。待ってや。見てない見てない。
全部立たしてみた。OKOK。よし。たまにやる技で。それ面白い。よし、いきます。まずはね、あ、結構サラサラ、いいですね。よし、そうそう、 OK。 あ、待って、これは先に見ちゃうんだから。ではこれ撮ったんだっけ、これ撮った、そうっす、これで文字を書こう。あ、迷うな。あと、でもかつお節かけたらなくなっちゃうかもな。安定してる。じゃらーん。滑ってる滑ってる。24。周りに柿を隠さないように。どれだけ残る？あ、入った。24お好み焼き。うわ、どうやってもかかるな、これ数字にかかっちゃう。さっきの方が上手だった。よし、じゃじゃーん、24お好み焼き見せたい。ちょっと待っててよ、一回ここに置いて、グッ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 、じゃーん、これ見えてんのかな、見えてます？24お好み焼き、こっちか。うわー、ちょっと器の音、じゃじゃーん、近い？パラ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 ー完成ください。いいよあげる。お、見てる、美味しそう。わー、嬉しいね、美味しそうだよね。いいんじゃないの、上手にできてさ。よし、完成。嬉しい。これは食べるとこまで焼いちゃおうかな。ホットプレートだけ取れよ。確かにそうだね、ずらそうか。こっちをこうやって、こっちをこうやって、よし、グググググググ
ちが映ってる。桜たちが映っていました。箱泣き物？あ、箱泣き物かな。乗せちゃう？そしたら見えるのか。すごい私の手相が丸見え。ありがとうございます。この台に乗せちゃおう。あ、見える。おお。疲れた？大丈夫？このスマホスタンド疲れたのか。元気だまして。またカクンってなりそう。カクンってなっちゃうの。緩まったのかな？めちゃめちゃ手相。スタンド反抗期すぎ、ほんと。私が縮まろっかな。じゃあ台をなしにして、グッてなっちゃう。来ました、大感謝。ではいただきます。どっから食べよう。このここから食べるね。このここから食べます。よいしょ。いただきます。召し上がれ。わーい、いただきます。めちゃくちゃ美味しい。すごい。めっちゃふわふわです。美味しい。なんか山芋入りみたいな。なんか山芋のやつにしたんですよ。ただすっごいふわふわ、初めて食べた。本当に山芋。一口ください。いいよ。じゃあね、4の下の方あげよう。大沢のシェフ。嬉しい。あ、これって4万人なんですか？星の数じゃなくて人数。嬉しい、たくさん。あ、419、あ、418とか419、嬉しい。大成功。さっきマネージャーさんが余分に持ってきてくださったお水飲んじゃおうと。いただきます。乾杯。おいしい。大成功、嬉しい。ではでは、無事に作り終えたということで、見ちゃおうとコメント。鰹節ついてないよね。見せたらおしまいだ。自分で見る。あ、
ブリーハート、じゃーん、ラブリーハートで見ちゃおうと。あ、何でしたっけこれ取れちゃったな。デカチョウどうですか、嬉しい。さくらさん、あ、ゆず見てるの、嬉しい。今日はさっき、あのさっきまでゆうと会ってて、会っててというか一緒で、ゆうもね、あの当日にプレゼントをくれました。待って、これカサカサしちゃうか可愛いハートちゃん、マシュマロ送るね。ま、さくらさん、マシュマロ待ってますマシュマロもあり、嬉しい。ゆうず見てるんだありがとう。いつたんでちるこ誰が一番におめでといてくれた、あの誰だ、あ、 LINE 早かったのは、連絡早かったのはひかりんですね。ひかりん、昨日ひかりんのショールームの話をして、その後にくれましたね。キラちゃんも早かった、嬉しい。そうなの、さすが。あ、メッセージ送った、え、見えなかった、楽しみ。確かに今日読んでからね、ムロ。うん、嬉しい。子供の頃のタンプレ、なんだろうな、なんだったっけな、タンプレなんだったっけな、なんか DS のカセットとかだった気がします。嬉しい、お誕生日おめでとう、ありがとう。うん、24歳の抱負は、そうだな、なんか、あ、でも一個は明日の つくみみかな、ひかりんとのつくみみで一個は言うんですけど、まあじゃあそれ以外だとしたら、なんか新しいことをいっぱいやりたいですね。やったことないこといっぱいやれたらなと思います。頑張ってください、嬉しい。バンジージャンプはやったな去年。応援してるよ、嬉しい、ありがとうございます。サクサツ、あ、そうだ、今日からあれですね、解禁だ、サクサツ。そうなんですよ、メンバー同士、普段ブログにも載せないんじゃないかっていうぐらいのめちゃくちゃ貴重な写真が見れますね、絶対にもうすでに撮りましたね、貴重すぎるアングル、ぜひぜひ楽しみにしていてくださいわーい、嬉しい、ケーキいただきました、かわいいじゃーん、嬉しい。昨日言っちゃったからえ、かわいい、近くで見っすよ、じゃーん。わっ、なんか裏にマカロン乗ってる、え、ホワイトチョコも乗ってる、私ホワイトチョコ大好きなんだ、嬉しい。ろうそく消そうかな、消えるかな、カウントダウンして、3、2、1、おお
そうマカロンここにいるんだ。なんかこの板を支えてる。すごい。え、このさ外側は何なの？おしゃれ。消えました。消せた、よかった。嬉しい。美味しそうだね。板もちゃん、そう多分ね板もちゃんとチョコ。いちご大好き。好きなものがたくさん載っていますね。嬉しいな。グラミして。想像通り。リボンは食べれないよ。うん。ね、おしゃなケーキ。立って立って。スカシャタイム。カシャカシャ。食べたい。どっちがケーキですか？どっちがケーキですか？これこれ。なんかすごいパーティーだ。キラキラしてる。すごいねこれ。ミラーボール。AI じゃ。もちろん AI ですかって。人間でーす。さあマカロンがここにここにいるんだ裏に。ここ。ねミラーボールすごいパーティー。紫のサイリウムもあるんだ。嬉しい。4の部分ください。え、一番大事じゃない4。嬉しい。かわいいな。並べよ。パーティーだ。嬉しい。これってあっという間、もう過ぎてるんだ。あっという間すぎるね。お好み焼きください。そうなんですよね、実は粉があの2人分で1袋だったから全部開けちゃったんでもう1枚焼きますね。だからもらいに来てよ。焼いとく焼いとく。本当に美味しいよ。そうもう1枚焼こうかな。ドプレートでちゃんとハートにしよう。全員分ありますか？あと一人分しかないです。ケーキは後で食べるの？そうだね、確かにとっても大きいので分け分けしようかな。ごめんなさい。あ、そうだ。なんとみんなに見せないといけないものがあります。じゃんじゃじゃん。あ、告知のツイッターかな。告知の写真。ツイッター？なんていうんでしたっけ今新しいやつ。X か。X では写ってたけど。じゃん。どれか24。女の初めてだよ、嬉しい。じゃーん。24。おっきい。わー。え、これでさ撮って。うん。てか入るじゃん。これでいっぱい撮ってよ。これで撮りたいんだよ。に音やばい。バヤンバヤンバヤン。想像の3倍でかい。こんなさ面白いよね。こんなのあるんだ。 あれ待って待って、自分が見えない。どうかむずいですね。わーい。
本当に撮ってますか？ちゃんと撮った？これお気に入りなんです。今日もお気に入り。どでか24。あ、撮ってるよ。嬉しい。わーい。これ膨らました。膨らます。だってすごいな。嬉しい。一生膨らんでて。持って帰ろう。こんばんは。わ、今いらっしゃった方ありがとう。俺が膨らましました。ありがとね。確かに浮き輪みたい。ドデカ24の紹介でした。よいしょよいしょ。よいしょよいしょ。嬉しい。え、最近推しになりました？ありがとう。よろしくね、末永く。飛んでっちゃいそう、確かに。確かにね。そうなんだ、結構持つの？こんなになんか大きく膨らませていただいたの初めて。お腹空いたって方たくさんいらっしゃる。確かにね、こんなに美味しそうなのが並んでるから。あ、京都のリアミ行きます。嬉しい。確かに今月末、今月末か、あっという間。もう4月半分過ぎましたもんね。これから晩ご飯、確かにね。お疲れ様です。もうそんなに？あ、あと2分、あと1分、あと2分、あっという間。じゃあ最後にお好み焼きも見せとこう。でも私本当にこの後もう1枚焼くんで、ぜひぜひ。美味しいんでおすすめです。お好み焼き屋さんしようと。キャン24、24歳も頑張りますので、よろしくお願いします。ありがとね、毎日。うん。うん。ってしたら鰹節が動く。滑ってるな、これ。大丈夫？こちらこそよろしく。嬉しい。またやりますね。意外と上手にできたので自信がつきました。応援してます。嬉しい。じゃりーんじゃりーん。かわいいケーキも、うん、あれは自分で押すやつ。じゃあドデカ24と一緒に押そっかな。でもちょっとやっぱ操作でき不能になっちゃうので、じゃあ2と一緒に終わろうと。ではでは、すぐにブログも上げますね。今日のこのドデカ24と写真を撮って上げようと思います。え、今日上げたいな。今日上げたい。頑張る。ぜひ見てください。ありがとね、こんな平日に。明日もお仕事、お勉強、家事、育児、応援してます。毎日頑張ってる。お疲れ様です。バイバーイって言ったはいいものの、これか、これか。あ、ではまたねー。バイバーイ。